100年に一人の天才講談師神田伯山、言葉の魔術師滝沢カレン、伯山カレンのモノマネ反省度。それでは改めまして、本日のゲストは三四郎の小宮浩信さんです。よろしくお願いします。お願いします。あのカレンさん、小宮さんはどの辺がいいんですか？あまり話したことはないんですけど、話しやすい。どういうことだよ。センテンスとして矛盾してるから。どういうことだよ。いや全然わかんない。僕もわかんないしよ。いやだって今日初めてカレンさんが僕のこと好きってこれ初めて聞いたん で、 嘘ですよ。だって私ここ数年、好きな芸人さん誰ですかって聞かれたら必ず3番目に小宮さんって言ってますから。やめてよ。じゃあ1番目誰だ。だったカレンちょっぴりお茶目な顔。